はい、ムです。こんにちは。どうもどうも。はい、今日ね、2021年の12月の24日ですね。はい、今日ですね、なんかね、またね、ホームページの方、東京ディズニーリゾートのホームページの更新がありまして、若者向け、学生さん向けにですね、なんか全力ラブディズニーっていうね、今年はみんなで東京ディズニーリゾートを楽しもうっていう、学生さん向けのなんかね、若々しい、はい、そういうね、専用サイト、そういう専用ページができてまして、その中でですね、なんとですね、このタワーオブテラーのですね、このアンリミテッド、はい、この超怖いってやつ、この怖いタワーオブテラーがね、これ2年ぶりに復活するという、そういう発表がありましたね。2022年の1月の6日の木曜日から3月30日までの水曜日、期間限定で、タワーオブテラーのアンリミテッドバージョンが登場と。で、通常とは異なる落下パターンで、より一層スリルが増したスペシャルバージョンを体験しようということで、はい、こちら復活ですね。はい、この時期になるとね、もうやってましたよね。やっぱね、1、2、3月はですね、このやっぱ学生さんが増えるので、ね、若い子はね、やっぱこういうね、絶叫マシン大好きですから、なので、この学生若者対象にタワーブテラーを、まあちょっと動きをね、挙動をね、より激しくして、ちょっとスリル度をアップするっていう、そういう風に、まあ営業するってことですね。で、このね、体験中のライドショットは実施しませんと。写真撮るやつはやらないとのことですね。はい、これですね、アンリミテッドいいですよね。これね、でもね、これ僕が言わせてもらったので、まだまだ甘くて、ちょっとなんか上から目線なこと言わせていただくとですね、このアメリカのタワーブテラーはね、もっと動き激しいんですよ。普通にこんなね、アンリミテッドとかね、やんなくっても、めっちゃ激しいんですね。この、上下、上下行った時の、この、U ターンっていうんですか、ぐーっと上がった後にものすごい勢いでガーンと下がるんですよ。要はね、上がった後に止まって下がるじゃなくて、上がったと思ったら下がる、で下がったと思ったら上がるっていう風に、このアップダウンがですね、折り返しがすごい激しくって、本当あれね、シートベルトとかねないとね、吹っ飛んでくぐらいものすごいこう急上昇、急降下の U ターンの折り返しが早いんですね、アメリカは。ね、あそこまで激しくは確かなかったので、まあ、どれぐらいでも激しくなるか楽しみですよね。はい、1月の6日から、このね、アンリミテッド始まるので、絶叫マシン大好きな方は、はい、ぜひ行ってみてください。あとですね、この若者向けのこの、ね、若者って、まあ、学生向けのこの、ホームページ。これもですね、なかなかいい感じでですね、なんか若々しくていいですね。特に新しいの発表はないんですけども、なるほどね、と思ってね。そうだな、あえて言うとですね、この、やっぱ、フォトスポットかな。要はね、写真を撮っちゃおうっていうことで、トゥーンタウンとかですね、アメリカンウォーターフロントなんかで、このね、要はね、漏れる写真を撮っちゃおうっていうことで、このインスタとかね、SNS のこの、写真投稿、写真撮影を、ね、写真を撮って遊ぼうっていう、そういうパークの楽しみをやっぱり推奨しているのがやっぱ特徴的だなと思ったね。アトラクとかグッズやフードよりも何よりもまずトップに来てるのが、やっぱこのフォトスポット、写真を撮ろうっていうところで、パークで漏れる写真を撮ろうっていうのをやっぱ何より一番の楽しみっていうふうに推してるのがやっぱ特徴ですね。なのでね、この若い子たちがですね、なんか自撮り撮ったり、なんかどっかに座ったりとかですね、そういうのを、まあ、撮ってなんだかなってね、思う人いるかもしれませんけども、ね、これパークも推してることですから、もうちょっとね、あったかい目で見てあげてほしいなっていうふうに思いますね。まあもちろんですね、こうちゃんと注釈があってね、撮影時はルールやマナーを守って安全にお楽しみくださいっていう一筆ありますので、ルールやマナーっていうところは、まあ、どこまでかはね、まあ、みんなの判断に任せられてるんですけども、まあ、あんまりね、ガツガツみんな言わない方がいいと思いますよ、この、そうすると木箱みたいに撤去されてしまうので、そうか、そんな言うなら撤去するわ、って言って、撤去されてしまうので、まあ、ある程度パークの方もこうやってなんかね、乗ったりしてね、写真撮ったりすることをね、まあ、乗ったりっていうか、こうやってね、自撮りとかをね、容認してるわけですから、まあ、あんまりガツガツ言わない方がいいと思います。はい、とか思いました。まあ、それはいいんですけどもね。はい、今日ね、このディズニーシーのこのタワーブテラーアンリミテッドが始まるよっていう、はい、そういう紹介動画でした。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。